ラジゴメ3本邪魔カ共和国は、1993年7月3日から1995年3月26日まで、中京テレビで放送されていたバラエティ番組である。全84回再放送1回。ラジゴメ2金曜日の王様の後を引き継ぐ形で、スタートした深夜番組で、1988年10月から6年半に、 渡って放送されていたラジコメシリーズの最終作に当たる。この番組もやはり視聴者から寄せられたネタハガキをもとに進行するという深夜のラジオ番組のような進行形式を踏襲していた。全番組の放送末期から引き続き当時雲流フレックスビル内で営業していたアジア系のエスニック料理店エビガニ市場クンポーフレックス店からの生放送。 営業終了後の店舗の一角を曲がりして、セットを仮設し、それをスタジオにして生放送を行っていた。この番組も、ラジゴメシリーズの正当後継番組として企画されたものであるが、その一方で、全身番組群からの脱却も放送開始時より、試みられていた。金曜日の王様までは、コミックシンガーのカモン達夫がパーソナリティを務めていたが、この番組では、 お笑いコンビの本邪魔家がパーソナリティとなった。ハガキを読む役は、めぐみとしあきが、つけひげや衣装を使っての役のなりきりは、石塚秀彦が、主に担当。他、本邪魔家のマネージャー、平井くんや、中京テレビのプロデューサー、瀬子さん、そして番組からの告知やスポンサー各社からの告知を、伝える時以外にはあまり出番がなかった。 藤田洋子や大石真由美などがその脇を固める形で出演していた。このパーソナリティの交代劇により、それまでは替え歌が中心だった各投稿コーナーも本邪魔化が得意とするショートコントのコーナーが中心になり、同時に投稿システムも一新された。しかしながら、全身番組群が築き上げてきた投稿システムをすべて破棄したことから、 改めて正式な投稿システムを確立するまでにおよそ8ヶ月を要した。また番組の生放送中に本邪魔家の二人が中京コカ・コーラボトリングの製品を飲みながら進行する場面がよく見受けられた。この点でも前進番組群とは趣をことにしており、後に中京コカ・コーラは中京テレビ同様深夜の自社制作枠の主要スポンサーについた。この傾向は 同枠後継番組のキスミスチック目指せ。そう、楽、甘音、キャインのギャロンパへと引き継がれていくことになる。いずれも日本標準時。当時の中日新聞テレビ欄での表記をもとにしているが、実際の放送時間はこれよりも2分程度の遅れを伴っていた。ほとんどの期間においては金曜深夜に放送されていたが、1994年10月からは土曜深夜に、 放送されていた。オープニングトークが行われていた、雲流フレックスビル駐車場入り口前、本家テレビ制作部売り込み、大作戦のジングル映像に使われていた、中京テレビ本社周辺地域、ビデオの共和国のジングル映像に使われていた、ハリウッドサイン投稿コーナーに関しては、ショートコントのコーナーが中心だったが、それ以外のコーナーは、 金曜日の王様からの引き継ぎコーナーが多かった。前日の通り、この番組の投稿システムは当初は基礎がしっかりと固まっておらず、常に暗中模索、試行錯誤の状態で行われていた。放送開始から8ヶ月後の1994年3月12日放送分で、ようやく発表、試行された制度が正式な投稿システムとなり、以後定着していった。以下に示すのは、 同日放送文から採用された投稿システムである。読まれたハガキは、本邪魔化の二人によって四段階評価で振り分けられ、ナヌー、ヌナー、ヘい、マジ、勉強と書かれたボックスの該当箇所へと投入。この時に二人が付けた評価に応じ、以下の番組グッズが投稿者のもとへ郵送された。一覧内にある色付きの資格は、ハガキ投入ボックスの該当箇所それぞれの色分けを、 示す。蒸気グッズ類の他にも、東海3県の企業各社が提供する特別プレゼントが、毎週2人の投稿者に送られていた。この選考会は、エンディング直前のロールもしくはエンディングの最中に行われていた。蒸気グッズ類の郵送に使われたハガキは、ポイントを貯めることによって得られる以下のポイント製グッズの引き換え権としての役割も担っていた。したがって、 これらのグッズも希望するのであれば、付属のグッズを取り外した後もハガキを捨てずに貯めておく、必要があった。金のハガキは1枚につき5ポイント、銀のハガキは1ポイントで計算。銅のハガキは、一応信用部分がそれに相当していたが、ポイント加算の対象にはならなかった。番組主催の関連イベントも、金曜日の王様時代に行われていたものとはやや、 異なる趣旨で展開されていた。また、時折、金曜日の王様時代の出演者たちを呼んでの公開性放送合同イベントも行われていた。ここもは、全番組から引き継がれた。ありがとうございます。